はい、どうも、今日は人生初めてベルリンに乗りまして、出発の前でちょっと食べ物を食べたいと思います。これを注文したんですけれども、ほらこれはなんか焼き野菜みたいなやつ、焼き野菜ね。ちょっとお焼いた人参、ちょっとだけ焦げているね。ちょっとだけ、ちょっと押してみたいと思います。うん、シャキシャキ、ちょっとシャキシャキ、中ではちょっとふわーっと広がる。うん、ママ美味しい。とりあえずそれまで。A few moments later. ここいいね。Can now be fastened, ready for departure. This is a no smoking zone.スペースは結構ある。ほらほら。めちゃくちゃスペースある。これはそんなに近くないけど、足にスペースはすっごくある。着きました。ここカードを挿して、はい、で光どうして、やばいよやばいよ、いいね。じゃあ光ついたわ。お二つのカード持ってるから、どっちかというと機械のベッドも持ってるから、ここテレビがあるし、ダンスここにあるね。お、結構でっけえ、でかいね。お、バーにもあるし、あと道とか乗りようか、分かんない。とりあえずここで制服もあるし、金庫、あとここ普通のためのやつと、でダースなんだけど結構いい、全然いい。2万円だっけこれ、2万円、4日間2万円ぐらい、2万円、3万円もないね、3万円もない。これベルリンだよ、ベルリン。形式的にはちょっとあまりにもよくはないね。でもね、やばいよ、もうベルリンだわ、もうさすがにベルリンだわ。ほら、これベルリンと、チャンネル、見えへんやん、
ちょっと待って。見える？これベリントだ。ベリンのテレビ塔。ここはアレキサンドラの大会場みたいなアレキサンドラプラッツ、ドイツだったらになります。で、なんかいろんな店がもうずらーっと並んでいるというか、なんかあっちにも結構店があるし、こっちはこの1階のアパートは、デパートは、ガラリアカオフォー、カルシタットとカオフォーはいつもなんかね、結構でかいのデパートで、そのチェーンのやつだから。で、何があるね。こうザトゥアン、向こうでザトゥアンっていうの店、これはまあ日本だったらヨドバシカメラみたいな、やつね。まあこんな感じね。すごい。やっぱりね、いいなベルリン。おお、なんか向こうでちょっと跡見つけたわ。ボーリング。で、なんかこう誰か登ってるみたいな。おもろいね。あとは何があるね。向こうはそのサイクリングバスがあるけど、これは明日にします。今はもうほぼ6時だから、もう飯しないとね、そろそろ飯しないと。でベリンと言ったらケバブは一番いいらしいし、まあ、ドイツではベリンの一番いいのはケバブ、まあ、ドイツ州だったらね。まあケバブはそもそも結構行ったことある、トルコでね、行ったとこある、まあ、そこでもうトルコ人は、どうしてここに来たケバブを作ってるのって、ドイツのケバブは世界一でしょって。で世界一のケバブは、まあ、ドイツだけど、ドイツの中で世界一のベストはやっぱりベルリンだ。だからまあケバブ食べたい人はベルリンに行った方が良いと思います。でほらすごくもう競争だわ。ザトーンとメディアマート、もヨドバシカメラみたいなやつとか、まあキヨシとか、まあビッグカメラとかね、まあいろんなやつとね。スパイダーマンだ。今ちょっとだけ、まあ、バクチューとかやったりしたことがある。そうですね、普通のケバブはあまりなんかぐちゃぐちゃになるだから、ちょっと今はちょっと金をかけて、まあ、1000円ぐらいのやつを買った。すごくない？めちゃくちゃモリモリだわ。こう何このソース、すごく濃厚。うん、なんかちょっとこってりしただけど、ニンニクがついてるね。ニンニクとは、そうですね、アイランというやつも、トルクのならではの飲み物らしくて、何が入ってるか分かんない、シェイク。じゃあ味見してみます。うわ、なんかしょっぱくて酸っぱくて、どうしてこのソファ前になかったんやけど、どうして今さらここに。血の犬はのロンボールになってるやん。すごいねこのワンちゃん、すごいね。とりあえずこうマーケットがあるから、スケボー犬すごいね、すごいこのワンちゃん。
そのワンちゃんはすごいワンちゃん。そのワンちゃんワンちゃんすごい。とりあえず今ちょっとマーケットをささっと見せたいと思います。え、向こう面白い、なんかドラゴンみたい。ほら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 、なんかほらのドラゴンみたいな。ドラゴンみたいな。なんか感じのモバイル。まあロボットね、ロボット。これロボットやな。いやこれロボットだわ。向こう何がある、なんかピエロなやつ。いやピエロっていつも怖いだけど、多分パソコン。ここまあ子供が遊んでるみたいなやつ、ピョンピョンってジャンプする。実際はね、あのバックチューとかできる、そこで乗ったり。結構あの俺も一回乗ったことあるけど、見つかったアレクサンダープラスといったらこれだね。え、なんかいろんな国が書いてあるっていうか、え、いろんな時計がもう使ってあるし、今、東京ってある、東京、あ、東京、あっち書いてある、東京見たかな、ちょっと平壌と東京とソウルって書いてある。まあまだこのドラゴンにのショーを見てる人は結構多いし、で今はね、まあ、これはアレクサンダープラスの駅らしくて、何この教会やばいね、さすがベルリンで。ちょっと向こう側は博物館、すごい。こんにちは、この動画をご覧いただきありがとうございます。もしこのコンテンツを気に入ったら高評価お願いします。また毎日アップロードしますので登録もお願いいたします。もし何か必要などございましたらお気兼ねなく下のボックスに書いてください。それではキープクラッシュニット。